渡辺純正は、日本のチェンバロ奏者、ホルテピアノ奏者、クラビコード奏者、指揮者。神奈川県鎌倉市生まれ。幼少からピアノを学び、東京教育大学附属駒場中学校、高等学校時代に、ベルディ、ワーグナーラのオペラに浸水。マタイ受南局に出会ってからバッハに強く惹かれた。ピアノを、宅工事に指示。一橋大学社会学部在学中に、 チェンバロ奏者を志して小林道夫に指示。卒業後、アムステルダム音楽院でグスタフ・レオン・ハルトに指示。1977年、最高栄誉賞付きソリストディプロマを得て卒業。またプリデクセランス受賞。この賞は現在は教育改革で廃止されたが、オランダの音楽教育における最高の賞である。1978年、東京で デビューリサイタルを開く。1980年に日本へ帰国。以降、渡辺純正、チェンバロー音楽シリーズを開催し、1984年には日本初のオリジナル楽器のオーケストラバーロックバンドを結成するなど、精力的に活動。指揮者としても、モンテベルディ、ヘンデル、バッハラの作品を演奏し、ホルテピアノとクラビコードの演奏でも活躍。 フランスブリュフヘン、アンナー・アビルスマなど、多数の内外演奏家と共演。その他、オリジナル楽器を用いて、歌曲伴奏にも取り組むほか、執筆や楽譜工程を手掛け、東京書籍から、チェンバロ・フォルテピアノを出版している。上野学園大学音楽学部客員教授、国立音楽、大学演奏学科研版楽器専修講師。 東京音楽大学音楽学部気学専攻講師、東方学園大学音楽学部古学期専攻講師、等として指導にあたる。国立音楽大学音楽研究所、バッハ演奏研究プロジェクト書院。2006年レコードアカデミー賞気学局部門受賞。2011年、第42回サントリー音楽賞受賞。学部、学科上の学園大学音楽学部音楽。 学科職員、役職客員教授上野学園大学、渡辺純正、宗次ホール、ありがとうございます。